釘餅セカンドです。今日はね、ちょっと茶むしる駅のショッピング街でね、可愛いもの見つけて買ってきたんで紹介したいと思います。私ね、トトロ好きなんですよね。というので、これ可愛くないですか？しかもね、生地がふわふわなんですよ。触る心地もすごくよくってね、この真っ黒クロスケとトトロのなんかこういう入れるポーチ的ななんかやつですね。こうやってシュッてやるんですけど、これすごい可愛い。こんな感じですね。こうシュッとした方が可愛いですね。こんな感じでちょっとね、バッグに入れるのでもいいですし、サイズが大きいので旅行にね、何か色々と入れて持っていく時にもね、スーツケースに入れるのいいですよね。でね、お値段忘れちゃった。いくらだったかな。でも一つ1000円もしなかったと思います。確か韓国の駅地下のショッピング街にはよくこういうの売ってます。まあね、いろいろ売ってるんで、可愛いの見つけた方よかったら買ってみてください。以上、トトロとマックロクロスケの巾着でした。